カール・ルエガーは、オーストリア・ハンガリー帝国の政治家で、ウィーン市長。生の中の UE という綴りをの代用表記と、誤解してリューガーと表記する向きもあるが、発音は、ルーイー・ジーであり、リー・ジーではない。美男のカールと呼ばれたルエガーは、1844年に、ウィーンに生まれた。父は、ウィーン高等工業学校監督官であった。庶民階級出身であることの苦労と悲哀を、 味わいながら育ち、ウィーン大学では法律を学んだ。1880年代以降、労働者や貧しい者の,の味方として、ユダヤ人資本界の攻撃などを行い、大衆を煽動することを得意として、中産階級の支持も得て1885年左翼的リベラリズムの政治家として帝国議会に進出した。保守主義や自由主義的リベラル派に対抗して、 キリスト教社会党を組織し、その党首となって、ドイツ民族派、手工業用語派、キリスト教社会運動を一つの巨大な政治運動へまとめ上げた。オーストリア・ハンガリー帝国に関しては、その維持を主張している。1895年、ウィーン市長選に臨んで大衆からは、圧倒的な支持を受けた。当時のルエガーは、美男である上に、弁絶爽やかで、身のこなしもスマートであったため、 皇帝フランツ・ヨーゼフ一世とウィーンでの人気を二分していたという。ルエーガーはロス・チャイルド家などウィーン経済を支配するユダヤ資本に対して市民の間に高まりつつあった反感を巧みに利用し激しいユダヤ人攻撃を行い、1895年以来3度にわたって選挙に勝利を重ね市長に選出された。その都度皇帝フランツ・ヨーゼフの拒絶にあっていたが、 4度目の市長選出にあたっては、皇帝もこれを認めざるを得なくなり、1897年4月20日にウィーン市長となった。市長となってからは反ユダヤ主義的発言は少なくなり、ルエー,ーにとってそれは単なる選挙戦術だったという見方もある。現に当選後は、誰がユダヤ人かは私が決めると言い放ち、ユダヤ人の貧困層に対しての救済措置も盛んに行った。 しかし、その演説は、若きアドルフ・ヒトラーに、多大な感化を与えており、カール・ショースキーは彼を、ウィーンの自由主義にとどめを刺した人物として厳しい、評価を与えている。ヒトラー自身もルエガーを、デオルクフォン・シェーネラーと並んで、我が人生の死と呼んでいる。ヒトラーは、後にルエガーの人種政策が、中途半端だから帝国統一が果たせなかったのだと、している。 こうした反面、ウィーンのガス、水道、電気など、公共施設の拡充に尽力して、それを自衛化し、市街電車を設立、教育事業を拡大したり、福祉設備を建てるなどの都市整備を行い、ウィーンの大都市化と、都市生活の近代化に貢献した。党が保守化して、民族主義的になる一方、ルエガー本人は、民族融和主義の考えを述べたこともあり、 帝国改革の考えも持っていたとされる。圧倒的な人気は、その島で衰えなかった。現代のウィーンには、カール・ルエーガー広場、カール・ルエーガーリングというルエーガーの名のついた広場や、通りがある。カール・ショースキー、世紀末ウィーン日本語版は、安井拓馬役で、岩波書店。ありがとうございます。